はい、こんにちは。今日はプロクリエイトの使い方をやっていきます。スタバのこのフラペチーノの絵を描きながらですね、プロクリエイトのツールの使い方なんかを紹介していきます。で、今回一番よく使ってるツールがぼかしツールっていうのがあって、これがですね、フラペチーノのこのマーブル模様を作るのにすごく便利だったので、これをメインに紹介していきます。で、少し長い動画になるので、概要欄のところにですね、ポイントポイントでジャンプできるようなブレッドを記載しておくので、時間ない人はそこから飛んでいってください。はい、じゃあ始めていきます。プラスボタンからスクリーンサイズで、キャンバスを開いていきます。で、今回スターバックスの写真をですね、トレースして描いていきます。右側にですね、スプリットビューで写真のアプリを立ち上げてもらって、ドラッグアンドドロップでプロクリエイトの中に読み込んでください。でですね、フラペチーノの画像は適当にこうやって調整してもらって、この上にですね、トレース、下書きのラインを書いていくので不透明度を下げます。タップしてもらうとこのようにバーが出てくるので、そこで調整してください。で、画像を1個複製してもらって、その複製した画像をですね、左上のあたりに置いといてください。後ほど色の参照としてこれは使います。でですね、このいらない部分とかはもう消しゴムで消しちゃってください。で、ここまでが最初の準備みたいな感じですね。後ほどレイヤー追加していくんですけど、この画像レイヤーはですね、もうロックしておいてください。左にスワイプするとロックっていうボタンが出てきます。で、この上からですね、ブラシの鉛筆とかを取ってもらって、黒のラインでなぞっていきます。で、後から色をたくさん塗っていくので、あんまり細かい描写はいらないと思います。で、直線を引きたい時なんですけど、こう線を引いてからぐっと押し込むというか長押ししてると直線のラインが引けます。で、この後ですね、色のレイヤーを追加していくんですけど、この黒のライン、アウトラインはですね、レイヤーの一番上に持ってきてください。で、その下にですね、ピンクの色を重ねていきます。で、私が色を塗るときに使うブラシなんですけど、ブラシフォルダの中にある、エアブラシの箱の中の少し固めのブラシか、固めのブラシっていうのをよく使ってます。で、まずですね、こうやってアウトラインを取ってあげて、はみ出さないように塗ってあげます。で、中を塗るときなんですけど、この右端の色の丸いところをですね、長押ししながらこうやってドラッグアンドドロップすると、そこが塗りつぶされます。で、もう一回やってみるんですけど、こうやってですね、塗りつぶすと白く塗れてないところがあるんですよね。これは許容値が足りてないので、ドラッグ&ドロップして左右にこうやってスワイプします。するとですね、どれだけ塗るかっていうのを指定することができます。で、スワイプして右に行けば行くほど大きくなります。許容値が大きくなるので、 100% までするとキャンバス全体が塗りつぶされちゃいます。はい、で、次なんですけど、生クリームですね。生クリームの色を塗っていきます。スポイントツールで、生クリームの色を画像から抽出してもらって、調整してですね、そのベースカラーをですね、塗っていきます。はい、で、全てのベースカラーが塗れたら、その上にですね、レイヤーを重ねて、違う色を塗っていきます。私はだいたい最初に濃い色から塗っていきます。で、ここクリップしてもらうと、マスクオクリップっていうのがあるんですね。これを押してもらうと、こうやってはみ出さないように色が塗れるので、重ねる際はマスクオクリップをオンにしておいてください。で、色を塗るときなんですけど、最初は本当にざっくりで大丈夫です。後から微調節していくので、最初はいろんなブラシを試しながら、ああでもない、こうでもないって塗っていけばいいと思います。色もちょっとずつ変えながらですね、塗っていきます。
で、ここまで だいたいざっくり塗れたらですね、ぼかしツールっていうのを使っていきます。と、上のバーにあるこの指のマークですね、これがぼかしツールになります。で、これでなぞっていくと、とてもいい感じににじんでくれるんですね。なので、筆圧とかを調節しながらこの際をですね、なじませていきます。で、次なんですけど、スタバのですね、ラベルを先に塗っちゃいます。で、これ楕円になってるんですけど、楕円を綺麗に描くときはこう楕円を作ってグッと長押しするとですね、綺麗なラインを作ってくれるんですね。で、これ最近のアップデートで入ったんですけど、本当にすっごい便利です。使ってみてください。こうやってグッと長押しするとシームレスなラインが作られます。で、こうやって塗りつぶせたらですね、ちょっと楕円形形変えたいなって時は、この矢印マークでワープっていう項目があるんですけど、このワープでですね、いじるともう完璧に思い通りの楕円が作れます。はい、じゃあここからですね、次白色 のマーブルを作っていくので、ちょっと早回しで流していきます。で、全体的にですね、マーブルが塗れたら細かいエッジっていうのを細いペンとかで作っていってあげます。まあ、そうするとうまく見えますね。白の際のハイライトだったりとかを、なぞっていって、それをまたちょっとぼかしながら、またなぞってぼかしてっていうのを繰り返しています。で、これ今いろんな色が混ざってるんですけど、私できるだけ色のレイヤーをですね、分けて塗るようにしています。で、そうすることで後から調節、色の調節だったりとか形とかも後から調節できるので、1個のレイヤーにまとめちゃうとですね、後から修正が効かなくなっちゃうので、できるだけレイヤーは分けた方がいいと思います。で、ここの濃いところの色も塗っていきます。正直あんまり何も考えずにブラシを塗るときはわーって塗っちゃって、後からぼかしながら考えて塗ってます。で、必ずしも写真にとらわれる必要はないと思うんで、まあ、ぼかして描いて好きなマーブルを作っていけばいいと思います。で、カップのエッジのところはですね、少し描写した方が綺麗に見えます。マーブルのところは割と適当でも大丈夫です。で、こういうハイライトがキュッと入ってるところなんかを書き込んであげるとすごく綺麗に見えます。はい、で、ここまで完成したらですね、最後ラベルのところを作っていきます。これ結構書くのめんどくさいですよね。なのでちょっと荒技を紹介します。まず画像レイヤーを複製、左にスワイプで複製ボタンを押してもらって、その複製したレイヤーをですね、不透明度を 100% に上げます。で、100% にしたレイヤーをですね、今私が緑色で塗っているレイヤーの上に持ってきて、緑色塗りつぶしレイヤーの上に持ってきて、こうやって重ねるんですよ。で、まあ位置をですね、微調節してもらって、大きさも微調節して、で、このレイヤーをタップしてマスクをクリップを押してください。そうするとですね、私が作った楕円形、さっき作った楕円形の中だけ絵が残るんですよ。なので
まあ、ここだけ私は絵を描かずに写真を貼り付けてるような感じになります。で、絵を描ける人はまあトレースしてもらってもいいと思うんですけど、まあ、時間ない人はですね、こんなこともできちゃうよっていう紹介です。で、最後仕上げにですね、一番上にレイヤーを追加してもらって、この描画モードをオーバーレイっていうのにしてください。で、ここにですね、黒と白をブラシで塗っていてですね、全体的なシャドウとハイライトを作ります。今写真見てもらったら分かると思うんですけど、左側が明るいですよね。で、まあ中央から右に向かって暗いと思うんで、その、光の陰影をつけていきます。まあ、黒で塗ってもらうとこういう風な感じでちょっと影が出たようなイメージになります。で、白色ブラシで光のところを描いていってあげて完成になります。はい、ということで今日はスタバのフラペチーノを描いていきました。またプロクリエイトでいろいろお絵描きしていきたいと思います。プロクリエイトでわからないこととかあればコメントとかしていただければ返事するので、ぜひぜひコメントお待ちしております。ではご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。